ダッシュで行こうぜ、よしきでございます。これはです、アシックスのあのマークです。あータイガーストライプ、かっこよくない？どう？かっこいい、かっこいい。なんもないですね。挨拶お願いします。セルの草野です。アシックスの小磯と申します。よろしくお願いします。じゃーん、ということでアシックスのスパイク一式になります。これを今日は草野先生にいろいろ使い方の用途をレクチャーしていただくっていう動画でやってます。でわかんねんね。種目多すぎて一旦いってもらいます。ダッシュで行こうぜ。こちらの LDLE の時にもお話をした、この例のあのピンク色の名前がパフォーマンスレッドという、いろいろこう突っ込まれたものがあるんですけども、今シーズンの23年のカラーがこちらのキーカラーにいくんですけども、お時間をいただいていろいろこう話をしたかったのが、前回レビューのメタスピード LD と LDLE が発売をしまして、非常に好調で、あの本当にもうよしきさんのおかげかなと。僕のおかげなんだ。あの、はい、非常にあのいいリアクションをいただいております。特に LDLE のおそらく皆さんの中でこれ LD カーボンじゃないですか。 LDLE はこう樹脂なんですよ。そこがおそらく画像からするとカーボンにピンついてんのみたいな感じが多分多かったと思います。あの動画で樹脂なんですっていう話も、まあ、あのお客様の勘違いっていうのも情報を渡したと思いますし、 LDLE も非常に好調の滑り出しをしておりますので、今年レースではたくさん見るのかなと思ってます。今回のこのモデル 25mm のミッドソール厚で作っておりますので、1点だけ情報共有で言いますと、来年24年の10月末までがこの 25mm 厚で戦える試合で使える期間になっております。24年の11月以降に関しては 20mm のミッドソールのルールになっていきます。これはもう全て長距離も跳躍も短距離も同じルールになっていきますので、までの期間、まあ、フルフル2年ぐらいは使えますので、さすがにシューズ消耗するかなと思うんですけども、この 25mm 厚に関してはこのモデルがもう最後になって、 20mm の今後ルール規定に合わせたシューズが出てくるというイメージになっております。だいたいシューズって2年ぐらい履くもんなんですか？スパイクは僕は結構2年ぐらい履いてます。だからやっぱりお値段も27,500円するので、そんな高い商品をすぐカロコロコロ買えるなんてね、厳しいかなと思います。一応そういう風になっております。で、今日草野先生にお時間いただきたいのはこのウィンドスプリント、はい、話がまたガラッと変わりますね。まあ、逆にトレーニングシューズなってくるんですけども、はい、こういろいろお話しいただければと思っております、うん、ウィンドスプリント新しい色が今回初めてですが春に色が加わりました、はい、いつも秋かな、夏のタイミングぐらいでカラーが出たんですけども、少しこう白をベースにしたカラーのものが今年は出ました。このウィンドスプリントでよく問い合わせをいただけるのが、足が痛くなっちゃうんですよねっていう測定筋膜炎とかがあるんですよ。ウィンドスプリントっていうのがそもそもトレーニングシューズっていうところがあるので、どういうシーンに本来使うべきなのかっていうのを改めてちょっとお時間いただければと、今日ここにサンプルを持ってきましたというところです。おさらいを、ウィンドスプリントっていうのがトレーニングシューズで、これが2代目になってくるんですけども、まあ、これ非常にまあ薄いソールで、前スク部分とかかと部分のこの厚みが均一になっているフラット設計になっていると。なのでトレーニングシーンって皆さんそれぞれあると思うんですけども、アジリティトレーニングとかドリルとか、あとはウェイトトレーニングとか、そのシーンに合わせて履いてくださいねっていうところがあるんですが、一つすごく難しいコミュニケーションでいうと、トレーニングシューズっていうのがトレーニング時に履くっていうのは間違いではないんですけども、それ以上に体に大きい負荷がかかるっていうのはこう大前提で思っていただければと思います。なのでアップシューズっていう使い方があると思うんですけども、ウォーミングアップのタイミング、ドリルのタイミング、流しのタイミング、スパイク履き替える、ダウン時もウィンドスプリントで行くっていうところでいうと、おそらく体の負担がかなり強い、いつも以上の負荷がかかるのは大前提で大変申し訳ないんですけども、大きい負荷がかかり続けるかなと思っておりますので、シューズを使い分け、何度もこうスパイスってワードを使ってますけども、ウィンドスプリントっていうのはポイントポイントで体を鼓舞するってほしいんですけども、刺激を与えるためのものだと思っていただいて、履き分けていただければというところを今日お話をさせていただければと思って、草野先生に、私は助言をいただければという時間になっております。ダッシュで行こうぜ。いや、まさに小磯さんがおっしゃる通りで、こういうウィンドスプリントの開発に協力させてもらったり、宣伝にも協力させてもらって、僕のスクールとかでも履いてもらったりすることもあったり、僕の知り合いの方も履いてくださることあるんですけど、めちゃくちゃ多いシチュエーションとして、最初から最後まで全部これっていうパターンが、まあ、非常に多いんですね。けどトレーニングって、まあ、ジョギングで長い時間動くこともあれば、アジリティトレーニングで素早く動く瞬間もあれば、高いところから落っこちて着地をするようなトレーニングもあれば、より速く全力で走る練習もあれば、ちょっとペースを落としてたくさん走る練習、まあ、一口にトレーニングっていうのは様々にやっぱりあるんですけど、当然そこにやっぱ向き不向きがある。例えば今よしき君が GT2000 履いてますけど、これはもう単純にも見るからにも分厚いですし、同じクッション系のシューズなんだけど、ニンバスは実はこういう内側に硬い素材が入ってないので、まあ、プロネーションを防げるけど、まあ、カヤノとか GT シリーズは内側ちょっと硬い素材が入ってるので、まあ、オーバープロネーションを防げるっていうように、まあ、一口でランニングシューズ、クッションシューズって言ってもやっぱキャラクター、やっぱり個性があるんですね、まあ、そういうのはトレーニングシューズって言えばこれもこれも、まあ、一緒なんですけど、まあ、ジャンプをするって
ていうと、例えば短い時間で素早く反応したいんだったら薄い方がいいかも知れないですけど、当然そのデメリットとしてやっぱ大きな衝撃がかかる。で、大きな衝撃を防ぎたいんだったらこういう分厚いシューズを使った方が、まあ、体に対しての負担は少ないけど、もしかしたら素足の感覚は得られないかもしれないけど、やっぱ両方得ることできないですね、なかなか。だからこそ何を目的としてやるかというところがやっぱりすごく大事で、ジョギングってやっぱ体を温めるし、極端に言えばジョギングで非常に疲労困憊になってしまったら、まあ、その後の負荷の高い練習っていうのはできなくなってしまう。で、そこで無理をしてしまうやっぱ怪我につながってしまうっていうことを考えると、ウォームアップからもこのシューズ、戦闘用シューズで動いてしまったりするとやっぱその後がやっぱ続かなくなってしまう。だからこそ、まあ、ウォーミングアップはこういうクッションのあるような靴で動いていって、ある程度体作り、動き作りもこういったもので作って、いざランメニューでウィンドスプリントを使う、まあ、僕が実際ウィンドスプリントをランメニューで使っている時はこれで走る距離っていうのはもうメインメニューだけ、しかも4桁いかない、 1000m 以下っていう風に決めて使うようにしてます。理由としては今お話しした通り、やっぱ衝撃が強いのでたくさん使うとやっぱリスクがあると。でもここはあえて使いたい、まあ、そういうところで使い分けるようにねしていきました。まあ、最初の話に戻ると、まあ、そのようにやっぱり安くなりましたけど、でも安いものじゃないの でやっぱりそれを使いたいという気持ちで使うと感覚がいいっていうのも分かるんですが、やっぱりそこには相応のやっぱリスクが潜んでいるので、それを踏まえて試合でシューズで走る人っていないと思います。試合があったらやっぱスパイクを持っていく、それと同じようにもうウォーミングアップシューズ、トレーニングシューズ、さらに言えばスパイクシューズ、あるいはもうジャンプ用トレーニング、そのようにやっぱ使い分けていくことがいい練習をすることにもなりますし、やはりトレーニングを継続することにもつながってくるので、使い方を考えるっていうのはどのタイミングで使うか、あるいは使わないかを選択することだと思うので、まあ、そういう意図で使ってもらえたらいいかなと思いますね。ダッシュで行こうぜ。これからの春の時期って特に移行期が入ってくるじゃないですか。今までオフのタイミングで走り込んできて、じゃあスパイクに変える前に速い動きを入れていくっていうタイミングで、だいたいアップシューズっておそらく、ね、20mm、25mm って厚いものを使ってると思うので、そこからスパイクに持っていくためにはこういうウィンドスプリントすごいメリットはあると思うんですよ。設置感も分かりやすいし、まあ、スパイクだとハードだと思うので、それをまあウィンドスプリントで調整していきましょうっていうメリットもめちゃめちゃあるので、使い方っていうのは全然おすすめできるんですけども、そこの その感じ方とあとは体とのもう対話じゃないですけど、そこがうまくこのウィンドスプリントっていうのが見ていただいても、フリテンフをフレキシブル、柔らかい動きができるので、足への刺激、普段使わない、まあ、例えばこうクッションっていうところ、あとはこのねじれとかっていろいろ足を保護してくれるシューズとは違って、足へダイレクトな刺激、あとは動きを教えてくれるってことはすごくあるんですけども、アップって言ってんだから体を温めるタイミングなんですよ、本当に。そこをちゃんとシューズでコントロールするのがすごい重要になってくるっていうのがポイントかと思います。本当にやっぱり多くの部活生が一足でやっぱり回すのが多いと思うんですけども、予算的なところもあると思うんで、致し方ないんですけども、やはりこれ一足で行くっていうのがやっぱりそういう足のケアも含めてリスクも考えなければいけないっていうのは少し理解して、メリットあるけどもちゃんとその適材適所の TPO を使い分けるメリットができればいいなっていうので、今日はお時間いただいた流れになります。僕らはちょっと今短距離的な目線で言いましたけど、長距離の方なんかだとウォーミングアップの感覚作りで、ウォークの時にこれを履く、ウォークでちょっとこれを履いて足裏のイメージを作ってからジョギングとかのランニングシューズに履き替えて走るっていう方もいらっしゃるというので、本当に人によって用途が変わってくると思いますし、逆に言うとこれをランで使わないっていう選択肢もまたできるんですね。だから僕なんかは逆に今時代の流れで言うと分厚くなってきてるので、それに適応しようと思って逆に今は全く逆のものでランをすることはあるんですが、ウェイトトレーニングとかの場所だとフラットでしっかりグリップがあってブレないシューズっていうのはすごく頼りになるので、そういった場所でやっぱ今も使ってますし、自分がどういうチョイスで靴をその場所で選ぶか、まあ、それを改めてイメージして購入したり使ってもらえたらと思いますね。いっぱい種類がある、ね、選び方っていうのがやっぱ肝になってくるから、陸上部は本当に靴っていうのがすごい選ぶ、パフォーマンスに直結する部分がありますので、そこがしっかりと、まあ、それ一つの体へのアプローチとしてウィンドスピードで選ぶ中でしっかりといつ使うのかっていうところまで考えて、必ずこのパフォーマンスアップっていうところにはやっぱシューズ選びにはすごく大きく影響してきますので、ぜひそのあたりこれから春のインシーズン、あとは移行期に向けていろいろ考えていただければという時期だと思いまして、今日はいろいろお話をさせていただきました。長距離目線からも一言いいですか。今厚底でやっぱりシューズのアシストを受けてのフォームになってる学生すごい多いと思うんで、その正しい設置地面を自分でこう押していくっていう意味でも、ランニング前にドリルとかで長距離選手もこうやって使うのはめちゃくちゃありなのかなと思いました。お買い上げありがとうございます。はい、これも買えます。最後までご視聴ありがとうございました。
それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。 OK です。